皆さん、こんにちは。女子服大好き、緑川です。今日は、横浜の赤レンガ倉庫から桜木町駅まで、セーラー服で歩きます。みなとみらいを望む、ここは赤レンガパーク。広場では、週末に行われる、いちごのイベントの準備中でした。倉庫の奥は、ベイブリッジを望む広いスペース。サザンオールスターズの歌に出てくるマリーンルージュも停泊しています。赤レンガ倉庫はもともとは港湾の保税施設でありました。その後もいろいろな経緯を経て今の赤レンガパークへと整備されています。少し前の横浜のこの辺りは倉庫街、みなとみらいは空き地でした。桜木町駅から赤レンガ倉庫へは貨物線が伸びており、山下公園まで線路がありました。このホームもその名残でそのまま残されています。そんな歴史についても思い浮かべながら散歩を続けます。前方に見えるのは新興客船ターミナル、ハンマーヘッド。ホテルと飲食店が入って営業しています。それでは桜木町駅までさらに歩いていきましょう。ワールドポーターズを右に見ながらホテルナビオスの下へ。ここは桜木町駅から赤レンガ倉庫へ続く線路の廃線跡。海からの風とビル風が吹き込みます。風が落ち着いたのでさらに進んでいきましょう。最近開通したロープウェイ乗り場、桜木町駅まで続きます。汽車道には鉄道時代の橋梁も残っています。桜木町駅に到着です。ご視聴いただきありがとうございました。